科学アカデミーを訪れたルイ14世科学アカデミーは、フランス国立の学術団体で、フランス学士院を構成する団体の一つ。フランス科学アカデミー、アカデミー・デ・シアンス。フランス国内の科学研究を活性化させ、保護すべきであるという財務省、ジャンバティスト・コルベールの助言を受けた、ルイ14世によって、1666年に創立された。最初にアカデミー会員として任命されたのは、天文学者、解剖学者、植物学者、化学者、幾何学者、技師、医師、物理学者からなる22名であった。この中には、唯一の外国人であるクリスティアン・ホイヘンスも含まれていた。ルイ14世から下賜された 12,000 リーブルという潤沢な基金のもと、様々な実験プログラムが行われたが、コルベールの死後は、戦争による財政危機のため資金供給が減少し困難な時代を迎える。パリにて非公式な活動を続けた後、1699年に正式に王立と認定され、本部はルーブルに設置されることになる。会則が制定され、名誉会員と年金会員の区別、幾何学、機械学、天文学、化学、解剖学、植物学などの部門が設けられた。17世紀と18世紀末までヨーロッパの科学研究の最前線として機能していた。フランス革命期の1793年、国民公会によるアカデミー廃止に伴い一時廃止されるが、1795年にフランス学士院の一つとして再建された。アリス・ストループ、A Company of Scientists, Botany, Patronage, and Community at the 17th Century Paris and Yale Academy of Sciences, Berkeley, Los Angeles, Oxford, University of California Press, 1990。ありがとうございます。